番上田議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。3番上田議員。皆さんこんにちは。ただいま議長より登壇の許可をいただきましたので、3番上田雄一の一般質問を始めさせていただきます。師走に入りまして、だいぶ外の気温も低いところで、寒さを身に染みているわけでございますけど、先ほどまで上野議員さんの応援団が傍聴席を埋め尽くしておりましたけど、見事にこの10分の休憩の間で誰もいらっしゃらなくなり、世間の厳しさを、世間の寒さを身に染みている私でございます。本日最後のバッターとして、一般質問させていただきますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは本日ですね、武雄市の今後の方向性についてと毎度毎度ではございますけど、通告をさせていただいております。昨日から話が出ておりますけれども、現在、世間では衆議院選挙の真っ最中でございます。まあ、この3年3ヶ月がどうだったかというのは、まあ、抜きにしましても、私自身がですね、社団法人、武雄青年会議所に始まり、日本青年会議所佐賀ブロック協議会と、県内一円の同志の仲間たちと、常々取り組んできました、ローカルマニフェストの推進活動、運動ですね。長年私も携わってきておりまして、私もこのマニフェスト選挙というのを非常に推進しておるところでございます。市長も毎度、選挙出られるたびに、マニフェスト等を掲げられております。ただこの3年3ヶ月でこのマニフェストの、重みというのが何か軽んじられているような個人的な、雰囲気が感じておるところでございます。このマニフェスト選挙、市長についてどのようなお考えをお持ちになられておりますか。私は推進をしておりますけれども、市長の考えをまず最初に伺いたいと思います。清田市長。僕はマニフェストという言葉が大嫌いです。そもそもですね、これは、イギリスのある党のやっぱお約束事項で来た言葉でね、だから日本に馴染まないからマニフェストとかってなっちゃうわけですよ。ですので私はマニフェストという言葉は使ったことありません。最初公約って書いて、具体的なお約束っていうふうに書いて、でその中身についてもあんな民主党の、こと細かなね、ことを書くっていうのはやりません。無理ですもん。ですのであれ本当ね、民主党を全否定するわけじゃないですけれども、まあ、いい部分もあります。政権交代して良くなった部分もあります。しかし民主党の最大の私は負の遺産というのはやっぱりこうマニフェストが詐欺フェストになってしまったって。あら、もう少し受けると思ったんですけど、これあんま言わない方がいいんですかね。大丈夫ですかね。またちょっと訴えられると困っちゃうんでね。本当にそうなんですよ。政治家の言葉あるいは口頭の約束がもう信じられないってなってるんですよ。もうですのでやっぱりね、できないことは書くなと、あるいはやれることをちゃんとしっかり書くということにとどめておいた方がいいと、今回ね、国民の皆さんたちみんなそう思ってると思いますよ。ですのでJC の皆さんたちにお願いをしたいのはやっぱりですね、その検証をちゃんとやってほしいということなんですよ。検証を。そうするとね、あんな民主党のバカなマニフェストなんか出てきませんよ。ですので検証をしっかりする。その上で最低限すると、これはどうできましたかって。ですので今度政権を取るとまた変わると思いますけれども、その時もしっかりね、やっぱ JC は見ていくべきだと思いますね。ですのでそういうことをしないから、この前みたいなバラ色になってしまったというふうに思ってますので、あんまりこう細かく数値は書かない。政治は基本的に意思です。政治はで、その政治の意思に基づいてそれを細かく順序立てしていくのが行政の仕事だと思うんですよ。だからそこをやっぱり政治が何でもね、細かい数値を書くっていうのはもう大反対です。ですので今度ね、そういうふうな形にこうなっていけばいいなということは思います。でそういう意味で私はその
マニフェストっていう言葉は嫌いですけれども、そういう意味で具体的に細かくじゃなくて具体的に書くことについては賛成で、しかもそれにちゃんと検証するということが絶対に僕は必要だとこのように思っております。それとね、あと最後にします、議員さん の, こうマニフェストと我々首長とまた違うんですよ、うん、違うんで、そこの整理っていうのはやっぱり必要 なのかなって、いうことも思います。それと地方議会と国会とまた違いますもんね。ですので、その整理は必要だと、それは JC でぜひ提言をしていただきたいと思います。じゃあ、3番、上田議員。はい。まあ、まさにその通りなんですよね。もう言ったことをやれと、ね、言ったことで選挙に終わって、だから今回の選挙もマニフェストをしっかり皆さん見極めて、ぜひ投票に行くようにお願いしたいなと思っておるところでございます。それではですね、本題にそろそろ入っていきますけれども、今回ですね、大きい項目に分けて1、教育について、2、まちづくりについてというところで、教育については高校環境の諸問題について、これまた毎回私がやっているところではあるんですけど、次に2番のはまちづくりについては大きく分けると、まあ、物産祭りに学ぶ竹雄のまちづくりについてみたいな感じかなというところであります。で、教育についてのところはですね、高校環境の諸問題については、今の現在の子どもたちの進路状況、それから、通学にかかる費用で、通学にかかる時間と、あとは県内のその配置状況、まあ、西部地区中心になりますけど、それと今後の、まあ、竹雄市としての方向性というような、まあ、細かく分けるとこういう流れになるのかなと、これは出来上がったの後付けの流れですけど、はい、でそれではですね、早速本題に入りたいと思いますけど、まず竹雄市の現状について、現在の市内の中学、市立中学、一律中学に通っている3年生の数です。竹雄中学校が男の子が134名、女子が93名で合計227名ですね。竹雄北中合計で41名、川上中が34名、山内中90名、北方中61名、これが今現在の竹雄市内の一律中学校に通っている中学3年生の数です。これ合計しますと453名の子どもたちが今春3月で卒業を迎えるというところでございます。453名の子どもたちの進路先、これは過去4年間が全て全部、私が持っている情報で出揃いましたのでちょっと調べてみました。竹雄中、すいませんちょっと切れてますね、この辺が私の爪の甘さかなと思いますけど、平成20年 97.8%、 95.5%、 93.5%、 94.9%、 これが高校に進学している割合です。この4年間の平均が 95.4%、 同様に北中20年、21年、23年はもう 100% です。全て全員が高校に卒業、進学をしていると。で、確かここはですね、1人かな、1人ですね。で、99.5%、 川上中が 98.4%、 これも20年と22年は全員が高校に進学している。山内中に至っても、97.3%、北方中が 95.6%、 これ平均すると 97.2% の子どもたちが高校に進学している。まあパッと見はほぼ全員ですけど、 97.2 ということで100じゃありませんから、そのうち何名かは就職したり、まあ、家事のお手伝いをやったりというような子がいるというような状況です。で、実際453名の 97.2% と言いますと、440名ですね、の生徒が高校へ進学するという流れになります。その440名の生徒が進学する上で、じゃあ高校にどこに行くのという流れになると、現在では市内には皆さんご存知のように竹雄高校が1校だけしかございません。で、この竹雄高校が来春から、
来春、今春、今度の4月から40名の6クラス、240名の定員になります。440名のうちの240名というような感じで見てもらうとこれが困るわけで、このうちの半分、3クラスは清涼中から参ります。ですから実際この子たちの中で行ける門っていうのがこの120名になります。どん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 門が狭くなっていく。ただしこの120名には大町からとか伊万里、有田、江北、白石、嬉野、鹿島など武雄を中心とした近隣の方からも参ります。当然となると、ここはちょっとすいません、これとデータとしては若干違うんですけど、内申組も全て含めた今の武雄高校の生徒の中でほぼ半数が武雄市の子どもというような話を先日ちょっと言って話を伺ってきました。となるとですね、この240名の半数がほぼ今回武雄になるだろうという見込みです。当然誤差はあります。ただし120名の子が武雄の子が進学できているかというとそうではなくて、すでに清涼中学校の中にもう武雄の子が含まれているわけですよね。もうすでに20年には91名、21年82名、22年は86名、23年が82名、この今の清涼中4クラスの中での160人の定数に対して、この雑貨、これだけの数の子が武雄市内の子供が行ってるわけですよ。となるとその全体、今の武雄市、武雄高校の総枠の半分が武雄市の子、つまり120から、まだ160のボーダーで計算していいのかどうかちょっとはっきりそこの台は分かりませんけど、これからいくと新たに進学しているのはできるのはと考えるともう 4,50 人程度しかいないんじゃないかなというようなところを思っております。となるとですね、先ほど言いました440人の子が高校へ進学する、そのうち、40人から50人、これはもちろん当然その年度年度の誤差はありますよ。ただそれで先ほどの計算からいくと、4、50人ということで考えればおよそ9割の子が市外の高校に通学を余儀なくされるという現状があるとは私は思うんですけれども、これについて、教育長はどのように思われてますか。答弁願います。浦和教育長。全体的に清涼中武雄高校含め約半数ちょっとの子どもたちが高校に進学しているという状況でありますので、そのような数字になろうかと思います。以上。3番上田議員。藤田市長。これダブルカウントじゃないですか。これ清涼に行った子を入れた上でまたそれをなんかさっぴいてるんで、この 90% っていう数字は僕は違うと思いますけど、ちょっとこれはちょっとね、これが出てくると本当にそうなのかっていう話になりかせませんので、そこはちょっとこれ議事ストップしてもう一回精査をする必要があると思います。議長どうぞ。暫時休憩をいたします。
休憩前に引き続き再開をいたします。ただいまの暫時休憩につきましては、パーセントの違いじゃないかということでございましたけども、答弁を求めます。浦和教育長。4月の募集人員が武雄高校の場合に、清涼中学校から4クラス目、それから募集が3クラス、そうしますと大体半数でありますので、募集の103クラス120人、 40×3 の120人の約半数60人が武雄市内の中学校から進むということになっております。で現在、清涼中学校に4クラスおります。で市市16、160人の約半数が先ほどの数値で市内から行っているということでございます。以上でよろしいでしょうか。どういうことだって、どういうことだって、以上。3番上田議員。はい、いやいや当然ですね、その今は清涼4クラス、ね、清涼が4クラスで高校の場合の方が3クラスになってます。ただ今度の3月からは3クラスになります。で当然その受験の結果、っていうのもありますから、当然そのパーセンテージの前後というのは当然ありますよ。だからまあ一応私も前後という文言を入れさせておりますけど、これもあくまでも注意してもらいたいのはこの市立中学からの入る子どもの数のということになりますから、そこをちょっとまず混同してもらわないようにしていただきたいなと思っておるんですけれども、そしたらですね、これは各高校に占める武雄の生徒の割合、 A 工業高校が 26.3%、 定数、全体に対して3学年に対してですね、で B 工業高校が 23.8%、 C 高校が 29.2%、 D が 27.8%、 E が 16.9%、 まあ他教の子が進んでいる割合の高いところから調べるとこういう数字になります。つまり F もまだあったんですね。つまり、一つの高校で、まあ、多いところになると3人から4人のうちの1人は、他教の子が進んでいるという結果になります。これもちろん他教高校はこれには当然含まれておりません。その市外の高校で他教の子がどの程度行っているのかなというところでの、割合を出したものでございます。だからまあちょっとまあ見方を変えると、武雄の子でその高校も持ってるというような見方をしてもまあ過言ではないのかなというような感じで思っておりますけど、それでは市立中学を卒業する生徒の進学先をちょっとまとめてみました。県内の公立の普通高校に行ってる割合が21年度が 23.7%、22年度が 25.8%、 23年度が 21.2%、 これは当然武雄高校も含まれています。他にも伊万里高校であったり白石高校であったり、佐賀、東や北、西、まあ、その辺の、県内の公立高校が含まれている数字になります。でこれが県内のその普通校ではない専門高校、工業高校だったり、商業高校だったり、実業だったり、今いろいろ農業高校もいろいろあるかと思いますけど、ここに進んでいるのが21年度が 50%、 22年度が 48.5%、 23年度が 47.9%、 まあほぼもうこれですでにほぼ半数の割合が出てるかなと。でこれに加えて県内の私立の高校に進んでいる子どもたちというのが 14.5%、 22年度が 12.9%、 23年度が 19.7% という数字です。で、まあ、もちろん当然この私立高校には普通科に進んでいる子もいますでしょうし、この公立の専門高校にも普通科を常設しているようなところがあるかと思いますから、そういうところに進んでいる子も当然いるかと思いますけど、おおむね見方としてはここの両側の数字っていうのが
私立中学を卒業した生徒の専門高校への進学の割合になるという見方をするのがいいのかなと思っております。でこれについて、教育長はどのように見られているかご答弁願います。ブラボー教育長。佐賀県全体が専門高校への進学が多いという数はあるわけでありますが、ちょっと今その数値を記憶にありませんのでちょっと確認はいたしますけれども、全体的に佐賀県の場合が高くなっているという状況はあろうかと思います。平田市長。すいません、聞かれてなくて答えるのも甚だ恐縮なんですがね、僕この数字意味ないと思うんですよ。っていうのは自発的な意思で、例えば石橋部長の息子さんは偏差値が高かった日から知りませんよ。ですがもう自分からもう小学校の時から佐野に行くということで日本の農業を立て直すという高いお父さんとは違う志を持たれてるね。あるいは私の、親戚でも言いますけど、もともと武雄高校に行く偏差値でも有功のデザイン科に行きたいという子もいるわけですよ。ですのでこれは自発的かそうでないかっていうのがない限り、この数値っていうのはもうおよそ僕は意味がないというふうに思います。議長。3番上田議員。はい、もちろんですね、その自発的かどうかっていうのは当然ありますよ。当然あります。ただ私が言いたいのは、結局専門高校に進学をしようとなった時にいろんな、これからちょっといろいろなところ また情報を出そうかと思うんですけど、やはり不具合がいろいろなところであると思うんですよ。私の子供だって ここですよ。ここに入ってますよ。だからそれを子供の意思でそういうところ行ってるのはそれはそれでいいんですよ。ただですね、やはり中学3年生の時点でそこまでもうぎちっと、早い方がいいんでしょうけど、そこまで結論を出せる子どもっていうのもなかなか少ないんじゃないかなと。本当にその俺はここに行く、私はここに行くっていう強い意志があれば、それはそれで私も十分応援してやるべきことだと思いますけど、なかなかそうでない子どもも中によるっていうのところで、ちょっと行きたいと思います。結局今の状況でいきますとですね、他教からおおむね多いのは進学先としてはここをまず見た方がいいのかなと。でちょっと他教温泉駅を中心に考えるのがちょっと恐縮ではあるんですけど、一応今他教高校に行かない場合は、当然電車通学ということを考えれば通学費用面で他教温泉から佐賀駅までは今現在定期代が1ヶ月8140円かかってます。以前白石駅だと7410円、有田駅だと5820円で、嬉野の場合はこれはもう電車がありませんのでバスになりますけど、バスになると19800円と、こういう金額が、これが保護者の負担がこの分いるというような流れになります。でここが特に私は多いというように保護者の方からも聞いてるんですけど、もう実際この定期代金額が結構な金額になりますんで、実際はやはり保護者の方が送って迎えに行ってってしてるっていうところも伺っております。で一方今度ですね、時間面で見ますと武雄温泉駅から6時9分発佐賀は6時49分です。これは始発です。もうこれより早いのはもうありません。でこれで行くか、もうこの次ですね、6時50分発、もうこれで行くしかないんですよね、佐賀まで行くには。で武雄温泉から白石になるとこれです、6時50分発7時30分、もうこれだけです。逆、先ほどのは登校の分の時間帯ですね。今度は帰りはですね、子どもたちによってもいろいろ部活をやってたり補習があったり特化があったりとかいろいろあると思いますから、そこら辺の違いは当然出てくるかと思いますけど、この辺からがおおむね帰宅のに使う電車の時間帯になると。でこの辺はもう当然部活もそういうのもできないと思うんですけど、部活をやってる子どもっていうのはもうほとんどがこれかこれっていうことで、
聞いてます。これはもううちの子もこういうのでほとんど帰ってきますから、で結構電車の中はそういう子ばっかり、でほとんどの子どもが部活をやってる、補習を受ける、特化を受けるとなると、もうほとんどの子が9時5分か10時17分に武雄に着くと、こういう時間になります。一方白石駅で見るとこういう時間ですね。まあ時間的には4時32分から筆頭に、まあ、9時40分ぐらいがまあ普通に帰れる時間かなと。でここを見てもらいたいんですけど、4時台の電車だと27分で着くんですよね、武雄まで。ただ部活動とか行くと、これ6時55分とか7時58分に乗ると武雄に着くのが86分とか67分かかる。これ乗り換えがあるんで、肥前山口駅かどっかでの乗り換えが、うまくスムーズにいかないということでこの時間をかかってると。で部活動をやるとなると、もう当然この辺の時間になりますから、乗り換えが不便で、まあ、1時間以上かかってると。で実際のところ蓋を開けると、もう男の子はですね、もう自転車で1時間かけて往復してると。1時間、片道1時間ですね、おおむね1時間ですで、行くという子どもがたくさんいるようでございます。こういうことについて今現状、まあ例えば朝は6時台、帰りはもう家帰るのは9時半とか10時、こういう現状を見て、まあ、教育長の見解を求めたいと思います。浦和教育長。でちょうど白石から武雄温泉駅への時刻表を出してもらってますが、確かにあの86分67分、まあ、肥前山口での乗り継ぎの待ち時間というのがですねありまして、どうかしたらもう1時間近くあるわけですね。でこれにつきましてはちょっと白石と佐野の校長先生と話したときに随分要望はされているようでありまして、もうちょっと前の方が長くかかってたのがちょっと後に来てるのかなというような気がしますけれども、いずれにしてもあの通学上はですね時間的に時間がかかっているということはあろうかというふうに思います。豊田市長。これあるべき姿じゃないかもしれませんけど、私は許容の範囲内だと思います。っていうのも、あの例えば牟田議長さん、高校時代この方は私の家の前をですね1時間13分かけて、あれですよ、あの武雄高校に行かれてた。私もそうです。私も場合によってはあのアップダウンの激しいところ行ってましたので、4、50分かけて行ってました。ですので、あのこれね、例えばね、北海道とか私があの先般お邪魔した富山みたいに、あの2時間かかる場合あるわけですよ。2時間3時間と片道で、それはさすがにあのいろんな、支援をしなきゃいけない、応援をしなきゃいけないってありますけれども、私はこれはあの理想の姿ではないかもしれないけれども、僕は許容の範囲内だと思います。以上。3番上田議員。はい、まあ許容の範囲内かどうかというのは、まあ、個人の見解の相違があるかなと思います。というのも、まあ、昔私たちの時代と、まあ、時代が違うといえばの、そう言われてもしょうがないのかも分かりませんけど、まあ、今ですね、やはり早寝早起き朝ごはんというような推進しているにもかかわらずの今のそういう状況というのがですね、まあ、ちょっと私は納得いかないのかなというところもあります。ただですね、先ほど教育長がおっしゃれたように、確かこれやったと思うんですよ、この5時50分発、これが昔はもっとこの60分70分のかかってた時間だったはずなんですよ。これはダイヤ改正によってあの改善をしてもらったらしいです。だからここら辺がまだそこまで行ってないというような状況ですし、この1時間自転車通学というのもよくもうおっしゃるのはよくわかるんですけど、こう男の子は良かったですよね。結構雨濡れてでも、もうカッパ着てでも自転車でどんどんやっていくっていうとはあるんですけど、やっぱ女の子がかわいそうかなっていうのがあって、まあ、非常にそこは悩ましいところです。私の娘も自転車で30分かけて駅から行ってますよ。自転車で雨の日も晴れの日も打て合いませんから、自分で自分なりに頑張って行ってます。まあ、そういうのがあるんですけど、
ここに書いてありますように、その先ほどの話じゃないですけど、その通学時間というのは大小様々でありますけど、今ここに算出している時間はあくまでも武雄温泉駅を基準に算出しているわけでありまして、これは武雄町の人間とか旭町の駅周辺、またその山内の駅周辺、北方もそうですね、駅周辺の皆さんまだいいですけど、その駅から遠いところ周辺部の皆さんが駅までの時間というのも、これも通学の時間に入るわけであって、それからまた駅から到着してさらに次の目的地の高校、ここに行くの、通学時間というのも当然ありますから、もう本当市内様々なんですよね。あくまでもここで今言ってるのはその1時間、電車通学の分の電車の時間帯だけを算出してますから、まあそれ前後の通学時間を入れるともっとさらにかかっているというような状況であります。それではですね、ここ今県内のこの高校の分布図ですね、学区別に分けられた分布図です。で、まあこれが毎回私が出している資料なんですけど、やはりこの武雄市の今5万1000人、これすみません、平成20年の6月現在の人口の数なんですけど、武雄市は5万1826人。この人口に対して公立高校が1校。ですから、この全体の人口に、違う、一つの高校にかかる人口を割合を見ると、武雄は5万1826になります。佐賀市は23万以上の人口があるのにもありますけれども、公立高校が7校、私立が 5.5 校。これ点5というのは女子校のことです。女子だけの高校がありますから。で、それで割ると人口3万3000人に対して1校があります。小城市は2校あります。ですから人口で比較すると2万3000人、まあおおむねこういうふうな数字ですよ。この人数に対して1校が今現在公立高校がありますよという数字になりますから、やっぱり武雄だけ突出してるんですよね。こっちはですね、私立の高校を含めた数字です。私立、以前はここが武雄市は公立が2、私立が 0.5 でありました。まあ、そういう中で、県内10市の中でのその環境というのは私は突出していると思っております。で、この県内の高校の分布図をちょっと見てもらいたいんですけど、小さくて見づらいんで、ちょっとエリアごとに拡大してみます。これ伊万里地区です。伊万里地区だと伊万里農林と伊万里高校の距離っていうのが、これ歩いての距離になるんですけど 1.8 キロです。おおむね伊万里から伊万里商業までの距離っていうのが 2.5 キロおおむねです。伊万里農林と伊万里商業が 3.7 キロ、つまりまあ、一番長い距離で 3.7 キロ四方の中に高校が3校、伊万里には集中してます。これで、こちらですね、富士通鹿島地区、嬉野鹿島地区。嬉野と塩田工業の距離というのが、まあ、おおむね歩いて 9.1 キロ。まあ、これはまあちょっと比較にならないんですけど、ここですね、鹿島実業と鹿島高校の距離というのは305メーター。こちら岸間地区ですね。岸間商業から白石高校が 3.4 キロ。岸間商業から佐賀農業が 5.1 キロ。佐賀農業から白石高校が、まあ、歩いて、ちょっとこれは遠回りしないといけない道しかなかったんで1キロになっていきます。で、これで見ると思うんですが、伊万里地区、岸間地区、富士通鹿島地区、嬉野鹿島地区、ここに高校がまあ集中しているわけです。で、私が思うのは、この西部学区での地域間バランスというのが私は取れてないんじゃないかなと思っているところがあるんですよ。で、やはりこの黄色の丸、ここにあれば比較的地域間バランスは取れるんじゃないかなというような感じを思っておるところでございます。これについて教育長の見解を求めたいと思います。浦郷教育長。
これまでの議会におきましても同様のご質問があったろうというふうに思います。西部学区の3地区という区切り方とかについても申し上げたというふうに思っております。これまでの経緯からこういうような状況が生じているというところだろうというふうにも地図でわかることを私も思っております。岩田市長、ちょっと上田議員よろしければ前の、見せていただけますか。すみません、ごめんなさいね、いろいろちょっともう少し前の県、市別の、市町別の、これです。すみません、助かります。これもね、実は僕あんまり意味がないと思ってるんです。っていうのも、例えば武雄市の場合だったら川上りを考えてみましょう。あるいは山内の東部を考えた場合に、これは漆野に近いんですね。あるいは、牟田前議長さんの、お住まいになっている若木に関しては今里の方が近いんですよ。これは私の実家の朝日もそうかもしれません。ですのでこの市で、するって、これは唐津でも例えば鳥栖でも同じような話になるんですよね。ですのでこの市別の、人口比率っていうのは別に僕は他業種がいいとは言ってませんよ、いいとは言ってませんけど、これをずっと出されるっていうのは僕はいかがなものかなっていうふうに思いますし、環境の悪さは僕は突出してないと思いますよ。突出はしてない、環境はそんなに良くないかもしれないけれども僕は突出してないと思います。これも見解の相違かもしれません。でちょっと進めていただいて、ごめんなさい、次、これじゃなくてですね、エリア別の、はい、エリア別、そう、これですね、ありがとうございます。他教にあればいいんですけど、これ先ほど教育長が申した通りね、やっぱりこう歴史的な話があるんですよ。例えば僕はこういう名詞を挙げませんけれども、挙げるとまた訴えられかねませんので例えばある工業高校が他教市の、ある地区に進出をしたいという話がございます。その時は町を挙げて反対してるわけですよ、ね、そうなんですよ。そういうことがやっぱあるんですよ。ですのでこれは駅の話もそうなんですよね。鉄道の駅も話もそうなんですよ。だから我々は今のこと、将来のことを考える前に、政治家なんで過去のことも考えるべきなんですよ。でそれを振り返ってみたときに、じゃあ他教のあるべき姿はどうかなって考えた場合に、私は申し訳さ、これは見解の相違と言われて仕方ないんですけども、このエリアだった、この近くだった僕は許容の範囲だと思います。これが先ほど申し上げた通り、北海道とかあるいは先輩に言った東北でね、このエリアが、このエリアがね、こうもっとこう離れてれば話は別ですよ。話は別ですが、これ見てた、これユースでも流れてますけど、見てもらったら分かる通り、そんなに遠くないわけですよ。これ僕は許容の範囲内だと思っています。これが例えば通学で山口正弘さんという議員さんがいらっしゃいます。この人は、往復5時間かかってたそうです。まあそんなにかかるんですかね、歩いて行ってたんですかね、分かりませんけど分かりませんがね。だからそこまで行くとね、許容の範囲外ですよ。しかしやっぱりこれは重ねてて申し訳ありませんけど、確かに武雄地区の炎上に、すいません死後は慎んでください、武雄地区の炎上に あるべきだっていうのはこれは議員と同じです。しかしその環境が悪いとか 90% のなんとかっていうのは、どうしても私はね、そこは同意できないっていうのはわ私の見解です。以上。3番上田議員。はいはい、ですね、そしたらですね、今度は私はこう思います。私はこう思います。その上で、今度ですね、これですね、その県教委の、諮問先である生徒減少期対策審議会の、新聞の記事です。これを見てもらう上分かりますけど、高校4から8学級が適正だと、3学級以下は今度は再編対象という記事です。でここの記事をちょっと拡大しますと、これも言ってること一緒です。適正規模は1学年4から8学級3学級以下で定員や教育活動を維持できない場合は再編対象という記事です。この次にもちょっとあるんですけど、ただ学校の専門性や特殊性
地域の実情など特段の事情があれば3学級での存続も認めるという記事があります。ここをちょっと見てみたいと思うんですけど、現状はどうなのかで、今度の春4月入学の募集定員を見てみます。多良高校は募集定員80名です。募集定員120名というのが旧良木公使館、唐津南、伊万里農林、佐賀農業、伊万里商業、木島商業、鹿島実業、唐津青商、嬉野高校、県内でこの11校が先ほどの前の記事にもあったようにこの1学級4から8を維持できていない、つまり3学級以下での募集定員の高校です。で、11校ある中で、多良、伊万里農林、佐賀農業、伊万里商業、木島商業、鹿島実業、嬉野高校、この7つの高校が他郷を含むこの西部学区になります。つまり、まあ、何が言いたいかというと、この西部学区の高校の7校が、まあ、先ほどの記事にもありましたように、その何ですか、地域性だったり特殊性だったりとかっていうのを維持できれば存続は可能ですけど、それがなければ再編の対象だというようなところに当てはまる高校になります。で、要はここに当てはまるわけですね。私が思うのは、これがどこを見て、何年後で、諮問答申されているのかっていうのがちょっと、まあ、私は疑問が残るところであるんですけど、こんだけの高校がある中で7校が西部学区、これが指す役割、意味、次のこの記事と関連して教育長はこの状況をどう思われてますか、どう見られてるか見解をお願いします。浦和教育長。現在先般まで行われておりました再編の対策審議会は本当にこれから33年ぐらいを見越して非常な少子化が進むという中で のかなりの削減をしないといけないだろうという決意のもとに進められているようであります。でそういう面では、現在の11校3学級以下ですか、の7校が西部学区というのも現在の少子化の状況からは西部学区の減というところは当然の形かなというふうに思っております。以上。3番上田議員。はい、まあ、私もそう思うんですよね。この状況というのはちょっとまあ避けられないような今現状なのかなと。この一学年の適正規模が4クラスから8クラスで、3クラス以下は再編の対象と。ただし専門性、特殊性、地域の実情など特段の事情があれば3学級での存続も認めるというところではありますけど、一方でこの中学卒業見込み者数の推移です。で、やはりこの少子化というのはこの右肩下がりで、まあ見ればご覧の通りすぐ分かるかと思います。ここ25年の3月、ここが今度の卒業生の該当するところですよね。で、こっから先まだまだ減少が県内一円ではあるわけですよ。10年後を見るとこっからするとほぼまた1000人ほど減るというような状況です。だからこの少子化の流れの中でどうやってその11が学校の中の7学校をが西部学区にあって11校がまあその適正規模を満たしてないという中で、これから10年先もっと維持できないところがいっぱい出てくるのかなと危惧しているところであります。ただその中で他郷で考えていけば、ちょっとこれは
見づらいんですけど、0歳児から15歳児までのこれは、他教の子どもの数です。0歳児が448人、15歳児は568人いますけど、そこからまだ減少傾向ではあります。減少傾向ではありますけど、450人前後をまあ維持していると。これちょっとグラフに直すと、これがですね、すいませんけど、こっちが15歳です、向こうが0歳です。ですから本来グラフを作る場合はこれ逆になりますので、まあ、右肩下がり、これはこのグラフは左肩に下がりますけど、これ反対に見てください。で、ただですね、このよその地区と比べると竹雄はそんなにさほどのこの減少率というのは少なくは少ないです。で、そういう状況を踏まえてこれまでの議会の動きというところをちょっとご紹介をしますけど、先の9月議会において、意見書案を提出させていただきました。で、竹雄市における高校教育環境の整備を求める意見書を、今9月議会に提出させていただきまして、これが、ここにいる皆さんのおかげで全会一致にて可決しました。で、この可決を受けて福祉文教常任委員会では、県の方に陳情を実施しました。陳情書の、その時の陳情書の表紙になりますけど、県の副議長と、石丸県議の方に、間を取り持っていただきまして、稲富県議はその時はちょうどなんか視察かなんかでご都合が悪いということになられたんですけど、石丸県議の方で、応対をしていただきました。で、これが、県の教育委員会への陳情をしているところの様子です。ここは、すいません、委員長ちょっと映ってないですけど、福祉文教常任委員会のメンバーで行かせていただきました。ただ、ただじゃないですね、では今回教育委員会としては、この教育課程に関するアンケートを実施されております。この保護者の声を吸い上げるためにということで、まあ、6項目にわたり、アンケートを実施されておりますけれども、その中の一つに少子化が進み高校再編について話題になっています。中学生の進路についてどのようなことを望まれますかというアンケートがあります。まあ、先ほどの流れからいくと、ここがまずものすごく知りたいところであるんですけど、その前の段階も知りたいんですけれど、そこら辺は、今の現在の状況はどうなっているんでしょうか。答弁願います。プラボ局長。当面する竹雄市の教育上の課題についてアンケートを取ったところであります。その中でお話ありましたように、高校再編についても保護者の皆様のご意見をお伺いしたところでございます。で、今自由記述欄への記述等がですね、ちょっと整理がちょっと時間がかかっているわけでありますが、今週末あたりにはですね、アンケート結果として、お焼きにできるかというふうに思っております。以上でございます。以上。3番上田議員。はい。自由記述欄、ここですね、ここの部分ですね、ここの集計はできてないというところですけど、まあ、私が一番聞きたいのはここですよ、その上の、その少子化が進み、ここの部分っていうのはまだじゃあ集計ができてないということですか。じゃあここにですね、アンケートの集計結果は公表を原則としますが、個人が特定されるような記述であって、もちろんその辺はもう非公開表としますけど、公表原則としますというふうに記載されております。これについては、今後どのような公表される予定なのか、そこら辺を答弁願います。プラボ局長。それぞれの項目につきまして、その数値、それから、今その記述等の意見というのが類型化できるのかというところですね。例えばその高校再編につきましてもですね、おそらくまあ想像されるところは一致するだろうと思うんですが、やっぱりその普通高校なり専門高校なりと分かれるというような形も当然出てくるわけですね。そしたらその中でもまた自由記述欄で
類型ができるところもあるんじゃないかということでの作業をしているというところでございます。与田市長。確かに自由記述欄のところは教育長が申し上げた通りだと思うんですけども、これはもともとなんでこれをやろうかということなんですけれども、学力テスト、全国の共通の学力テストが上田議員あるじゃないですか。で、あれ今まで明かしてなかったんですよね。で、これ国費を投入してね、やる以上は少なくとも私は学校別に、例えば科目あるいは学年別にその数値っていうのを出すべきだっていうのが私の見解だったんですよ。だけどこれは押し付けてはいけない、ワンマンになってはいけない、ですのでこれを保護者の皆さんたちに聞いてみようということで、このアンケートをまずしようというふうに私が持ちかけたんですね。で、教育長が、これ見解全然違います。もう180度教育長と僕とは、これがいいと思うんですね、ですので、じゃあ保護者の皆さんたちに聞いてみようということで、合わせて上田議員からご指摘のあるその中学生の進路についてどのようなことを望まれますかというのは、これ教育委員会 の、 独自の見解で、これを載せたということで、ちょっと僕も今手元に持ってませんけれども、少なくともね、学力テストの公開については大部分の方々がそれは望ましいということを受けましたので、今週末にこの部分については、フルオープンにします。フルオープンにして、県の教委等の調整もありますけれども、それが調整がつけばね、今週の金曜日に、各学校並びに、うちのフェイスブックページで全部出します。で、その一方で、出すべきもの、先ほど教育委員会からありましたけれども、これもね、特定されない限りね、もう変な集計とかせんでね、出すべきだと思いますよ。出して、でそれで皆さんがその問題意識っていうのを共有していただくということは僕はすごく大事だと思ってますので、これはちょっと金曜日に間に合うかどうかっていうのはちょっと置いといたにしてもね、それは僕は個人的に特定されないっていうことがきちんと担保できれば、僕は全部出すべきだと思います。議長。3番上田議員。はい、おっしゃるように自由記述の書き方によっては、その一つの選択によって、その意味合いも変わってきたりというのは当然わかると思うんですよ。私もそう思います。ただ、このアンケートを取って公開を原則としているというところも、一応記載はされておる中でですので、私もそれは公開してもいいんじゃないかなというところはあります。ただ先ほどの上野議員さんから の、 質問のところをちょっとお借りするとですよ、学校と、地域、家庭、行政というその連携というようなところで話があって、私教育長の答弁を聞いてて、この前された市連ピーと教育委員との懇談会ですね、完全にもうちょっと非公開で自由討論をとにかくやろうよって、教育についてやろうよっていうような、そういう場を持ったわけじゃないですか。そういうところででもですね、ぜひやっていただいて、その保護者の声をもっと吸い上げていただくということをやっていただければ非常にいいんじゃないかなと思うわけですよ。なかなかその公開でなると皆さんこう言えないところもあったんですけど、最初にボスともその市連ピーの会長さんが今回のこの会はもう非公開、中身は一切外には漏らさないで非公開でって話やったら、どん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 やっぱり今不満に思っていることとか、そのいろんなことを各学校の会長さん、育友会の会長さん、PTA の会長さんがどん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 言い出したわけですよね。だからそういう場ででもですね、揉んでいただければ、より保護者の声っていうのがまとまってくるんじゃないかなと。それ各そこでも話ありましたけど、その各単品でもこのことについてもよく話してよとかっていうこともあったんで、そこら辺はどうですか。そういうの私はいいんじゃないかなと思うんですけど。ブラボー局長。この高校の問題についてはですね、非常に私もずっと慎重に発言させてもらったと思うんですね、はいはい、いろんなやっぱり要素が絡むし、これだけのことが他市長へも直接関わる問題であるだけに、非常に慎重にならざるを得ないと。で、従いまして、そのいろんな懇談の場があるというのは大変いいことだと思いますし、私どもも情報を知った上で
考えるというのが当然のことだというふうに思っています。ただやはり制度なり仕組みとして進めていく上では、まあ、そのお話聞いたことの中でやっぱり取捨選択して考えて進めるということになるわけで、全てをそういう形でですね、した方がいいということではないと思いますが、そういう機会も確かにできるだけ必要だろうかなと、両方必要かなというふうに思っております。以上、伊達市長。僕は違うと思います。基本的にやっぱり公開が原則ですよ。やっぱりね、みんな関心持ってるわけですよ。でやっぱり物理的に来れない人とか後で知りたい人たちっていうのがね、そこの場でだったら密室じゃないですか。もう公開が大原則ですよ。ただし例えば個人の個人情報とかなんとかすごいデリケートにわたる部分っていうのはこれは非公開ですよ。ですが今後、教育をどうするいうふうにするのか、あるいは地域とどう連携をするのかっていうのは公開が原則です。以上。3番尾崎議員。はい、まあそうですね、私も説明が悪い。ただまあ私もここに公表原則というふうに記載があるんで、それはそれで全然いいんじゃないかなと思っております。それではですね、この高校の、まあ、高校について、まあ、他教師としての今後の方向性としてではあるんですけど、まあ、これはこれが他教地区をちょっと拡大、西部学校を拡大した図にはなるんですけど、これでですね、まあ、これ前回の議会でも私申し上げましたけど、やはり他教高校と他教清涼中学校を、同一敷地内にて運営をし、まあ、それによって余った、校舎を活用して新たに別の高校の運営をやはり他教師としては高齢化も求めていくべきではないかなと思うわけです。でただしその前段でも話がしましたけど、少子化による、まあ、その高校再編の、流れというのはこれは避けられないことだと思っております。これはもう先ほど その人口減少の部分も当然あるかと思いますので、ここで私がお願いしたいのはその1校を縮小する、まあ、例えば2校を縮小するとなると、まあ、例えば私はこういう考えを持ってぜひ望みたいなと思っておるところです。マイナス2プラス1で1校の縮小だとか、2校を縮小するんであれば3校を縮小してプラス1と、で、そこはエリアを考えて、十分可能な議論になるんじゃないかなと私は思うんですけど、これについての見解をお願いします。浦和局長。今年度末に案を作成するというふうに聞いております。でそういう中で、先ほど来話題になっているやっぱり少子化というのは変わらない、それからしたがって高校再編、まあ、せざるを得ないというのはもう事実だろうというふうに思います。でそれから片方にその中高一貫校のですね、清涼中武雄高校のこの成果もこう次第に出てくるだろうというふうに思います。でそういう中で今日おっしゃったようなこう課題等があろうかというふうに思います。従いまして、この3月までのですね、研究員の西部学区の再編作業の中で、武雄市としての可能性というのはどこにあるのか、そこは考えていきたいというふうに思っております。どうでしょう。今日は上田議員となかなかね、意見がちょっと違って、まあ、これはいいことだと思うんですけれど、私ね、その高校再編のあり方はこれは大賛成です。講談の部分の確かに議員さんのおっしゃる通り、これはいい案だなと思ってますので、まあ、いろんな私も教育のね、懇談会呼ばれる機会がこの頃増えてますので、これはそういう気持ちを持ってお話をしたいと思います。いい案をありがとうございます。で上はね、これ無理です。これ他教制度中をなくせということと同義ですよね。だって他教高校を同一敷地内で運営、これ高校として運営するわけですよね。中高で同じ敷地内 で運営すると、それによって余った校舎で別の高校を運営するっていうこと、どっちにしても無理です。これやっぱりね、我々は政治家は現実問題をやっぱ考えなきゃいけない。いやもちろんその理想を追うということは大事だけれども、やっぱり、ね、できないことはできないというのが僕の姿勢なんです。でこれだけ少子化が、ね、進んでいって、でこれ、ね、せっかく理科の実験だったらいいですよ。これやってもいいと思いますよ。ただし、ね、他教制度中は
産声を上げて今は歴史を作ろうと思って懸命に学校の先生とか地域の皆さんとか保護者とか生徒諸君がやっぱ頑張ってるわけですよね。その気持ちっていうのは僕はねこれをやるとないがしろになるような気がするんです。ですので僕はあの地でねもう生まれた以上はそれは一生懸命応援するっていうことが僕は政治家として求められていることだと思いますのでこれについては僕は反対します。議長さま、上田議員。はい、先ほどですねあの意見書等々、ちょっと、まあ、この議会で全会一致で、可決したというところにですねこれは記載をしてるんですよね。はい、だからまあ一応まあそれはあの議会と市長の見解の相違があるというところであると思います。ただあの私もですねその武雄高校の学校の関係者清涼中の関係者の皆あの方にですねあの話を伺ったところやはり県内ではその中高一貫が同一敷地内でやってないのはここだけなんですよ。で、やはり同一敷地内でやることによってメリットは十分にあるというのはどちらの見解もそういう風だったのでやはりそれはそれでぜひそれをあの実現してもらうのが一番いいんじゃないかなと思いますのでぜひあのこれを、記載しているところでございます。では、その教育についてはここら辺で終わりまして次に町づくりについて、入りたいと思います。まあ、観光の町武雄ということで、物産祭りに学ぶ武雄の町づくりということでこの4項目を流れとしては挙げておりますけれども観光の町の武雄ということで、まあ、先の9月議会にも一般質問させていただきましたけどこの楼門の、そうですねだいぶ、傷んでおるところでございますけど、この塗装というのが、ほぼ正式に決定をしているというところで、大変喜ばしいことじゃないかなと思っております。で、これが歴史的な建造物ということではいけばこれもそうなんですけど今回は長崎街道沿いにある田代酒造跡これもちょっと取り上げてみたいと思います。新町にありますこの長崎街、田代酒造跡ですね、まあ、私もいろいろ見に行ったところですねやはりかなりこう痛みが激しいのかなと思っております。この田代酒造跡ですね私も外観は見たことがあるんですけどこの中をどうなってるのかなというところで、皆さん、ぜひちょっとこの中の写真でもあれば見せていただきたいなと思うんですけどここら辺どうでしょうか。宮下つながる部長もう一度ね中の状況でございますけども、これがですね、和室であったところの状況でございます。こちらの床が見えてますところはですね白ありで、根太が落ちておりまして、平成の20年にですね9月ですが畳とか根太をですね、撤去しております。こういう状況でですね、用具等も散乱している状況でございます。それからですね、軒先でございますけれども瓦とか泥基礎の部分がですね一部欠落している状況でございます。漆喰壁の一部もですねこういう形で、崩落しておりまして雨漏りも発生している状況でございます。まあ、こういう状況で、だいぶ傷んでいるという状況でございます。議長3番上田議員、はい、そしたらですね、まあ、まあさっきの写真がもうもっとすごい写真やったですね。この田代酒造跡、この建物を取得に至った経緯を一旦確認したいと思います。宮下田中部長。経緯につきましてはですね、平成8年2月ですから年度と申しましては平成7年でございます。最初に大関酒造をこれについてはですね田代酒造から所有権が大関酒造さんに移っておりましたので大関酒造さんの方から建物解体の打診があってございます。その後
民間団体の方から存続の要望があってございます。平成9年の12月にですね、最初に、賃貸契約、建物が建っております部分だけの賃貸契約を結ばれております。それからその後ですね、当時、中心市街地活性化に関する法律というのができまして、中心市街地の再生に向けてですね、日本全国動きがございました。そういう動きに合わせまして、平成12年の7月に、考える会、田代酒造跡地再生計画という提案書が提案されました。これにつきましては、地元の区であるとかですね、歴史に関する団体であるとか、振興組合とかですね、こういういろんな各種の団体がですね、合同して、企画をされて、提案という形になってございます。それを受けまして、平成14年の3月に、跡地の買収に至ったという経緯でございます。以上。豊田市長。もう私珍しく怒ってますよ。なんでこれを購入したのか。まあね、盗人に追い銭とまで言いませんよ。言いませんがね、これこんなの買っちゃダメですよ。もともと計画があって、これをこういうふうにするということで購入すればね、多分納税者の皆さんたち納得してますけど、結局これ8000万も出してるんですよ。8000万も出して放置ですよ。今空き家ですよ。ぼや騒ぎですよ。うん、もう負の遺産ですよ。これね、当時この何て言うんですかね、町健さんですか、あるいは、これに携わったね、旧武雄市議会の皆さんたちというのは猛省を促したいと思いますよ。これを買ってるからこういう結論になってるわけですよ。ですのでやっぱりね、真っ当な行政をやらなきゃ、あるいはそれは真っ当な決断をしなきゃ。だから本当にこれがあることによって、どれだけね、我々が迷惑を被ったかということについてはね、これ広く市民の皆さんたちにも知ってほしいなというふうに思います。ですので我々政治っていうのは、これが後世で必ず言われるんですよ。僕らの言ってることもね、あと批判されるかもしれないんです、知れないんです。だからこれは単にその批判でなくて、これ自分に対する戒めとしても私は言ってるつもりでいますので、これの経緯見たときに余計緊張感が走ったことを申し上げたいと思います。3番上田議員。はい、まあ、8000万で、購入して、いろんな各種の団体等々にこういろいろ案を出してもらったりして、結局これは何かにその購入後一度でも何か利用されたんですか。そこの点はどうですか。宮下田中部長。実質は使われておりません。一部ですね、ガバイバイちゃんの関する資材の保存とか、そういう形では使っております。以上。3番上田議員。はい、まあ、一度も使われていないというところで、まあ、ちょっとあまりにも老朽化が目立ってたんで、その管理上の不都合をお伺いしようかなと思いましたけど、ちょっと先ほど市長も言われたようにぼや騒ぎ等々もあってるというところですね。じゃあその対策として、じゃあ今何かやられてるんですか。答弁願います。宮下田中部長。平成18年の3月に、不信化によるぼやということで騒ぎがありました。近隣へのですね、家屋への影響というともことも想定されますし、あるいは子どもたちへの危険性ということも想定されますので、対策としましては警備委託をしているところでございます。部長。3番上田議員。はい、8000万で購入して、まあ、使われていないと。それでさらにはそういうふうに今、まあ、もう空き家状態で、警備も委託しているという、それ警備会社委託しているとは当然ランニングコストもかかりますよね。
ではこれは今後市としてはどうするつもりなのか、この方向性を答弁願います。以上、調達しよう。解体します。その上で、広くどういうふうに使うかというのは、市民の皆さんたちにこういうふうに使いたいということ、あるいは議会の皆さんたちもね、湿地回復ですよ、議会の皆さんたちは。まあ、山内北方の皆さんじゃ関係ないですよ。ですが、旧武雄市議会の皆さんたちには、湿地回復、いい意見を出してほしいなというふうに思います。で、その上で、我々としては、市民価値が高くなるようにね、するかということについてはいろんな用途を検討した上でまた再度議会に相談させていただいて議決という形でまた使っていきたいと思います。その間はまず解体で、一方でその中でいろんな何年かこうかけて、まあ1年か2年かちょっと分かりませんけどね、これ時間をかけてどういうふうにするかということについてはいろんな意見を、まあ行政の中でもいろんな意見を出していきたいと思いますので、万機航路に決すべし、ここの場所でもともと田代酒造があるところというのはいい場所なんですよね、歴史的に見ても。ですのでその場所の優位性を生かしてどういったことができるかというのは広く市民の皆さんの声に耳を澄ましてまいりたいと、多聞第一、そのように思っております。以上。3番小枝議員。はい、まあ解体というような方向ですね。それは分かりました。そしたらですね、ちょっと気になるのここですよね。地元の区、またその関係のいろんな、その先ほど出てきたこう団体関係ですね、そこら辺は多分そのやっぱり歴史的な部分っていうのがあるからこその話だと思うんですよね。だからそこら辺の皆さんとのこう調整っていうのはどうなってるか。豊田市長。この件についてはやっぱり地元が第一ですので、宮下部長を中心として、地元新町区をはじめ、町のですね、まちづくり協議会、あるいは観光協会、歴史研究会、建築士会には、状況を説明をして、この状況を説明して今後の方向性に見るとだよ、解体も、今後の方向性についても、内諾をいただいていると、宮下部長がそういうふうに言っています。以上。3番上田議員。はい、はい、わかりました。じゃあ、なるべくこう関係団体と調整をしながらでお願いしたいと思います。それでは続いて、武雄市の物産祭りについて、まあ、振り返っていきたいなと思ってます。まあ、物産祭りはですね、市長の、宣告の中にありましたけども、来場者が5万人で、さらには、北方インターから会場までが渋滞をしたというような発言をされました。これについてはですね、まあ、イベントミックスの効果があったんじゃないかなと思うんですよね。で、物産祭りに合わせてちゃんぽんフェスティバルだったり、おしくらまんじゅう選手権で、この議場ではフェイスブック学会で、温泉通り他を使っての食育祭り、まあ、その他にもいろいろと、イベントミックスがあったんじゃないかなと思ってます。これまあちょっと色的には違いますけど、白岩球場では古希野球の大会があっているというようなところでございます。で、今回会場になったのが、昨年について中央公園が会場というような形で、選定されたわけですけど、中央公園をするとなるとメリットとしてはやはりカーナビでも市役所というのは検索が簡単だと思うんですよね。だからどんなところからでも来やすいのは来やすいのかなと。で、JR の武雄温泉駅から、市役所の中央公園までだと歩いてまあ5分ほどという流れの中で、非常にいい立地条件じゃないかなと思うんですけど、駐車場に関しては白岩運動公園と競輪場、総合庁舎などを、利用しながら、シャトルバスで、会場とのピストン輸送を行ったというような話を伺っております。で、先ほどの話に戻りますけど、5万人のお客様、要は武雄市民の皆さんの数と同じ数がどっと来たと。で、武雄北方インターから市役所の、アクセス道路が渋滞を起こしてしまったというところでありましたけど、その駅じゃない、中央公園の北側松原通りは、現在も区画整理事業の真っ只中であります。で、このインターから市役所は、まあ、おおむねはバイパスの方から来るでしょうけど、こっちのルートも当然使ってるんだと思うんですよ。
で、この核整理事業の影響というのがこの物産祭りのこの会場までの渋滞に影響があったのかどうなのか、そこら辺を答弁願います。石橋まちづくり部長。物産祭りに対する交通のことだと思いますが、現在工事しておりますが、暫定供用をしておりまして、それでも上下の上下2車線は確保しておりますので、工事が原因で、渋滞したという判断はしておりません。じゃあ3番上田議員。はい、工事が影響はしてないというところですけど、ただ一般の利用者からするとですね、その道が工事が合ってるとなれば、どうしてもそれを避けてバイパスの方に行くんじゃないかなと思うんですよ。だから、影響が全くゼロっていうことはないと思うんですけど、分かりました。それではですね、その区画整理から行って、この西浦地区ですね、今これちょっと前の写真なんですけど、ここからですね、この西浦交差点からこう奥に入る西浦通り、ここの事業が、今の現状ではどうなっているか、ここをまず確認をしたいと思います。石橋まちづくり部長。西浦通りにつきましては、現在、工事が入っています。まだ移転補償ができていないこともありまして、当面ですね、目標としているのは中町通りのところまでですね、あれを把握し上げると。その関係で若干ですね、交差点の関係で若干それから先の方に何軒かは移転せざるを移転せざるを得ん家屋が出てきています。まずそこまでを当面早く実施したいと考えております。予定24年ですので、一応27年というふうに考えております。以上。3番上田議員。はい、それではその先の方に行きまして、今度長松地区ですね。長松地区もここら辺がずっと改良工事が進んでいくんじゃないかなというようなところであるんですけれども、こっちかな、ここら辺はどうですか、今後の予定としては見通し、ここがいつ開くのかなというのも合わせてですね、ぜひ答弁をお願いしたいと思います。石橋まちづくり部長。長松河原線、駅の横しでですね、長松河原線という路線です。これは今高架下だけちょっと開けておりますが、これをですね、駅の南口の方に延伸するという都市計画手続きを今行ったばっかりでございます。したがいまして、駅周辺整備と合わせてせざるを得ないということで、今年度駅周辺の方は詳細調査に入ります。したがいまして、平成25年度から本格的に事業に入りたいと思います。これから上ですね、また長松側の方にはですね、これも中途半端で終わってしまいます。で、これにつきましては富岡郵便局ですか、付近ぐらいまでをですね、延伸するわけですが、これは区画整理の進捗状況を見ながらですね、こう着手時期を探っていきたいと。おおむね27年程度になるかなというふうに考えております。以上。3番上田議員。はい、長松地区も西浦地区もおおむね27年を目標にということですね。もうないだけ早うやっていただければなと思っておりますので、お願いしておきます。それではですね、続きまして、その中央公園で実施しましたこの立地条件ですね、物産祭り、物産祭りをここの地でやったんですけど、
受けた感覚からいくと、フェイスブック学会等も初めてですね、結構こう県外からの集客っていうのも結構見受けられたんじゃないかなと思っております。そこでですね、やはりちょっと新幹線に絡めていきたいなと思うんですけど、これがうまくいくとまたもっと武雄っていうのが近くなるなと、県外のお客さんからも見て近くなるなというところでありまして、ちょっと新幹線の話題に入りますけど、ちょっとこれ小さいちょっと見づらいと思います、西九州新幹線の概要図、現在の事業認可の部分ですね。で、これについてですけれども、新鳥栖から、まあ、今の計画でいくと秀山口まで在来線を使って、武雄温泉まで在来線を使って、ここからまた来る、標準期、ここからここまでは狂気という、鳥栖から武雄温泉までですね、狂気というような今の事業認可ではありますけれども、あれ、これ前回の議会でも申し上げましたけど、これシンボリーですかね、北方の、新橋か、あの地区のこの河川の氾濫、水害状況の時の撮った写真です。あの今のこの在来線のルート、ここをフリーゲージが通るとなると、どうしてもですね、やっぱりここを通らんといかんわけですよね。で、ここはもう皆さんご存知のように、結構やはり水害発生する確率というのが非常に高いところだと私は思うんですよ。で、今のまま行くと、ここをやはり新幹線が通るような形、新幹線フリーゲージがですね、通るような形になると、やはり大雨になるとなると、すぐですね、ここを冠水してしまった時にはすぐ止まってしまう新幹線を、まあ、作ってしまうというような方向になるんじゃないかなと思っておりますですね。こういうことですよ。行けば在来線しようということになると、ここでしょ。で、このルートを通ることになると、大雨時は走れないんじゃないかなという危惧をしております。で、これは、まあ、伏線化についてはですね、新幹線スキームでということですので、まあ、これは大歓迎です。これももちろん大歓迎なんですけど、これで、まあ、前回の議会でフル企画の話をしました。私も同様に思っているのは、在来線活用の既存ルートにとらわれず、ルート変更を趣旨とする答弁をいただいたところで、私も同意だったんですけど、そこで出てきたのが、まあ、高速の上だったりとか、高速の速度、それから大和インター付近に新駅設置、タクシー方面から黒尾の山口義弘さんちの前を通ってとかっていうような答弁をいただいたかと思うんですけど、これを、まあ、答弁をいただいたのを中を集計要約すると、結局はこういうことなのかって、こう、まあ、迂回ですよね。迂回でフルだ、こういうルートを通るのか、まあ、よく分かりませんよ、ルートのあれは。とか、ここからこう別のルートを通っていくと、こういうことを申し上げられたのかなと、あの答弁を聞いている中ではどういうことを言っているのかはちょっと分かりにくいかなと思いましたので、改めてここをもう一回答弁をお願いします。岩田市長。これは選挙の話じゃないですよ。あの今村正弘さんっていう、方が常々おっしゃっているのは、私はもうフル企画で行きたいと、おっしゃってて、自民党の主たる、皆さんたちもやっぱり新幹線はフル企画がいいと、いうことをおっしゃってますので、有言実行してもらいたいと思いますよ。有言実行しなかったら民主党ですよ。で、それで、そうなってきたときに、このルートっていうのは、以前答弁で申し上げました通り、前の知事さんの時に、今、いろんな前の知事さんとか、前々の知事さんの時にこう話があって、少なくとも、大和の、インターあたりが新駅になって、でそこからあの、まあ今の路線の北の方ですよね、ずっと宅の方を取って、ここに書いてありますと通り、山口義弘さんの家の前を通って、武雄温泉駅で長崎にこう行くと。いうことが、フル規格の軌道上ですね、それが一番あの効率的だということはもともと出てるんですよね。で、私も総務省にいたときはその話は聞いてました。あ、だから武雄はフル規格で行くと場合ってやっぱ思ってましたもんね。そういう愛ですもんね。なんかほらフリーゲージっていう、あれは新幹線じゃありません、鈍幹線です、ですので、そういった意味からすると、私はフル規格賛成。ただし、これは知事と気持ちは全く一緒なんですけど、それによって佐賀県の負担、あるいは武雄市の負担が増えるというのは反対です。あくまでもこれは国民の利便性のタコなわけですよ。国民の、県外とか
うん、だからそれでフル規格にするからといって、あの追加の費用負担を佐賀県とか武雄市がするというのは、これは反対、真っ向反対します。ですので、一応そういうふうなあの経緯で、だからこれで言うとですね、どちらかというと、この青じゃなくて、このショッキングピンクですよね、ショッキングピンクのあに近い、のが元々の案だというふうに、私は稲富県議からも聞いております。以上。3番、小枝議員。はい。はい、もうまさにですね、ルートは私はちょっとまああれですけど、こういうルートでも行ってですね、とにかくやっぱりフル規格をもう実現した方がやっぱり他県のためにもなるし、日本のためにもなると思いますんで、ここはもうやっぱもっと声をどんどん上げていくべきじゃないかなと思っております。次に行きます。そしたらですね、今回のその物産祭りの会場となったのは、まあ中央公園だけでなくここですね、この建物がファミリーマートさんですねの、西側町中広場の手前になったかな、町中広場になったですかね、まあ、そこら辺あのとにかく市役所の、前の中央公園を一帯にしていろんなところを使ったと思うんですよ、イベントミックスの効果も当然あったかと思うんですけど、この部分ですね、この辺の部分も使われたというふうに思うんですけど、これが、まあ、全体のパース図になります。これが市役所ですね、市役所前の中央公園、それからここの部分の広場、それからこっちも、JA 販売エリアとかっていうふうにあります。このファミリーマートさんがこれですね、これがですね、結局ここでやった場所的にはやはりここが一番の最適の場所だったのかどうなのか、改めて振り返ってみてそこだけちょっと確認したいと思います。森営業部長。物産祭りの会場としては、まあ、市役所周りの周辺と中央公園だけでは不足しましたので、町中広場と松原地区開発エリアの2区画を使っております。また高架下の通路まで利用して、町中で、にぎわいを創出することができました。現段階ではですね、今の場所が一番最適だというふうに認識しております。以上。3番上田議員。はい、いや私もですね、その立地条件から行き、にぎわい創出、街中ににぎわいを作るという意味で、私もここが一番最適の場所じゃないかなと思うんですよ。ただ今後ちょっと振り返ってみたときに、まあ、当然この松原通りとかを中心とした区画整理事業というのはもう早く進めてもろうて、お客さんたちが気にさった時もこう通りやすい道、またこう綺麗な道、街にしてた時が本当にいいんじゃないかなと思うんですけど、ここですよね、この庁舎のここの部分です、まあ、新幹線の用地かかったりとかっていうことで、用地がまたさらに減るわけですよね、今後、まあ、これから何10年後とかっていうにかけて、で庁舎の問題も当然ある中で、長期的なビジョンを持ってこのことも考えていかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、これについて答弁お願いします。はい、以上。平田市長。まだここで言えません。3番上田議員。はい、はい、まあ、ここでは言えませんと、まあ、市長の口から言うのはあれですけど、私はですね、私はもう最後になりますけど、この庁舎建設を考える上で、体育施設だったり、この今回物産祭りをした中央公園だったり、ここら辺のすべてのこうグランドデザインを考えていき、考えていくべきじゃないかなと、でこれを考えた上で、私は移転新築をするべきだと、私個人は思ってます。そこら辺をぜひお組み止めいただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。以上で3番上田議員の質問を終了させていただきます。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。